今日は新型コロナウイルスについての、知識についてちょっと整理していきたいと思います。今この動画を作成している時は2020年の5月10日時点です。で、これからこのウイルスについて、科学的にはっきりと分かってくることもあるでしょうが、今この2020年の5月時点の情報をまとめた内容となってます。その点はちょっとご留意ください。で、またこの新型コロナウイルスに関してなんですが、このコロナウイルスっていうもの自体の種類っていうのは、実は結構たくさんありまして、全部で7種類あります。で、我々が一般的に聞く風邪ですね、風邪のウイルスっていうのは、あれも実は、コロナウイルスの、一つの、枠組みに入るというものです。で、一般的な風邪の、コロナウイルスでは4種類あって、主にここに書いてるね、上気道疾患、つまり鼻とか喉とか、こういったものに、風邪症状を引き起こす、軽症の、ものです。鼻水出るとか咳が出るとか、こういった類のものですね。それから、ちょっと飛ばしますが、2002年に SARS がちょっと流行ったんですよね。で、これが何かっていうと、重症急性呼吸器症候群ですね。SARS というものが、集団発生の原因として特定されました。で、それから2012年になると、MERS というのが今度出ます。これは中東呼吸器症候群というもので、これも流行しました。で、今回流行しているのがこの新型コロナウイルスなんですが、正式名称が SARS コロナウイルス2というですね。ここに SARS-CoV-2 と書いてますけど、 CoV というのはこれコロナの C ですね。で、V はウイルスですね、バイアレスですね。SARS コロナバイアレス2ということでが正式名称になります。で、これが何かっていうと、新しい新型のコロナウイルスの感染症というのは、これは COVID-19 と呼ばれていまして、この COVID-19 の、原因がこの SARS コロナウイルス2ということになってます。で、2019年に、中国の武漢で初めて特定されて、そこから広まった新型のコロナウイルスだということですね。ここで注意してほしいのが、この COVID-19 というものと、この新型コロナウイルスがイコールだっていうふうに勘違いされている方がいらっしゃるんですけど、COVID-19 っていうのは、これは、この感染症そのものの、病気本体の名前ですね。で、この SARS のコロナウイルス2っていうのは、その原因となっているものが、ウイルスだと言ってるわけです。ちょっと分かりにくいので、こっちで説明しましょうか。つまり、原因となっているこの、SARS コロナウイルス2っていうものが原因となり、結果として COVID-19 っていう病気になっちゃいましたよというような、ことなわけです。非常に類似例としては、右下の方を見ていくと、AIDS と HIV の関係も似たような感じになります。エイズっていうのは、もともとは原因としては、ヒト免疫不全ウイルス、ね、通称 HIV と呼ばれているウイルスが原因で発症すると、後天性免疫不全症候群、いわゆるエイズというふうになるわけですね。なので、原因と結果の関係になります。今回の新型コロナウイルスっていうのは、この SARS コロナウイルス2というのが原因のウイルスになってまして、結果として COVID-19 と呼ばれている、疾患になると。ここに急性呼吸器疾患のことを、COVID-19 って言ってるわけですね。新たに特定されて SARS コロナウイルス2と、正式に命名されたコロナウイルスに引き起こされる急性呼吸疾患のことを COVID-19 と言ってるわけです。で、これ言ってる COVID って何ですかって言うと、これもそれの略なんですけど、COVID のこの部分がこれはコロナです。コロナですね。コロナってもともとウイルスの形が、太陽のコロナの形に、トゲトゲして似ているので、コロナって名前がついてるみたいですけど、コロナバイアレスディゾーズですね。コロナウイルス疾患を、略語で COVID って言ってます。で、これが2019年に、流行ったので COVID-19 という名前がついてます。で、この急性期呼吸疾患なんですけど、代表的なのは風邪症状があるとか、よく聞くのが味覚障害が出る、呼吸困難、咳、痰が出る、こういったものがいわゆる急性呼吸疾患として出てくるという、病気そのもの本体のことを COVID-19 と言ってるわけですね。
まあ、過去に似たようなところで言うと、パンデミックと呼ばれているものだと、まあ、ペストですね。ペストっていうのは、ペスト菌っていう原因の菌があって、結果として、黒死病と呼ばれている病気になって、最終的には肺炎で死ぬと。致死率が結構高くて60%か90%ですね。で、R ノート、基本生産数っていうのも後で出てくるんで、ちょっと割愛しますが、結果として原因がペスト菌で黒死病になって、じゃあそれどうやって治していくのかというと、今現在はまあ、スプレッドマイシンと言われている抗生物質を、まあ、投与したりとかすることで、まあ、ペストにかかったとしても、まあ、大丈夫だということになっているわけです。まあ、ちなみにこうワクチンは存在しません。なので、まあ、対症療法が中心になります。まあ、炎症を抑えたりとかですね。で、まあ、抗生物質なので、基本的に抗生物質ってまあ菌にしか効かないですね。だからウイルスに対しての抗生物質は基本的にあんまりないというふうに言われています。さて、じゃあこの菌を生産数の話にちょっと戻っていきます。まあ、その前ちょっとまあ、まあ、確認になりますけど、問題をちょっと作ってみました。新型コロナウイルスについては、またはどれかということですね。まあ、1番、急性呼吸器疾患の主原因であると。2番、抗生物質は効果がない。3番、確認されているコロナウイルスは全部で7種類であると。4番、2002年に流行した SARS の亜種であると。5番、新型コロナウイルスの正式名称は COVID-19 であるということですね。どうですかね。まあ、1番の急性期呼吸疾患の、まあ、主原因が新型コロナウイルスですね。SARS コロナウイルス2ってやつですね。抗生物質はまあ効果は基本的にないです。で、抗生物質が低くなければ菌ですね。それから確認されてコロナウイルス全部で7種類あります。2002年に流行した SARS の亜種、とも呼ばれてますね。よくは新型コロナウイルスの正式名称は COVID-19 である。これ違いますね。COVID-19 っていうのは新型コロナウイルスの正式名称ではなくて、これは病気そのものの名前ってことですね。新型コロナウイルスの正式名称は、その前にもやってましたけど、これですね。SARS コロナウイルス 2, SARS-CoV-2 というのが正式名称になります。さて、この基本生産数のところにちょっと戻ってきます。基本生産数っていうのはこう R ノートとか R0 っていうふうに呼ばれてますが、ね、何かというと、もともと何の対策もしてない状態であると、1名の感染者が平均で何人に直接感染するかの数値のことを、これを基本生産数と言います。で、例えば、ここにマシンって書いてある、はしかですね。はしかの場合は12から18です。つまり、はしかにかかった1人の感染者がいたとすると、だいたい12人から18人ぐらいに 感染を広げていくということを意味しています。で、まあ、SARS コロナウイルス2、今回ですね、この新型コロナウイルスの場合はこれ2.5です。1人の感染者が、2.5人に、感染させていくというふうに言われています。先ほどのペストは1.7人、それから一般的な季節性のインフルエンザ、A 型とか B 型とか言われてますけど、これが大体1.3とかっていうふうに言われてます。こうやって見ると、はしかの12から18というのは圧倒的に、感染力強いですね。だから新型コロナウイルスに比べたら全然はしかの方がやばいんじゃないかっていうふうに今思われると思いますけど、なんでこれがこんなに高いかっていうと、ここに感染経路が飛沫核感染って書いてますね。飛沫核って何かっていうと、まあ、ウイルス本体のことです。で、要するに、空気感染しちゃうということですね。空気感染しちゃうので、まあ、密閉空間、いわゆる3密状態だと、あっという間に1人の人がその部屋の中にいると、一気に12人から18人に移ってしまうというふうに言うもので、非常に感染力が強いと呼ばれているものですね。ただこのはしかの場合はもうすでにね、いわゆる、抗体を作るようなワクチンを接種してますよね。なので、ワクチンを事前に打ってたりするので、ウイルスというかね、はしかにかかったとしても、まあ、発症しないというふうになってますね。だからこんなに問題にならないですよね。まあ、このようにこう見ていきます。で、こうやって見ていきますと、この2.5っていうのは、はしかに比べたら圧倒的にはちっちゃいですし、それから、まあ、季節性のインフルエンザの、まあ、倍ぐらいかなっていう感じなので、まあ、大したことないんじゃないかなっていうふうにか思われがちなわけですね。
で、このさっき言った SARS コロナウイルス、新型コロナウイルスってのはさっき言ったようにね、基本性差っていうのは2.5です。1人の人が2.5人に平均移していくと、感染させていくというようなことです。潜伏期間っていうか、まあ大体これは10日かけて2.5人に移していくということです。なので、この基本性差数2.5というのは、何にも対策をしなければ、10日ごとに2.5倍になっていくよということを意味しています。なので、例えば基準日を、例えば100人の感染者がもしいたとしますよね。そうすると、この2.5倍が10日後に、いわゆる10日後には250人に、増えているわけです、感染者が。で、さらにこの2.5倍した、ね、さらに10日後には625人、さらに10日後には1563人ということで、こう指数関数的にこう増えていくわけですよ。85日後にはこんなに増えてるわけです。で、例えば北海道の人口528万人なので、まあ、ここが500万人のラインなので、まあ、およそ100日ちょっとぐらいで、北海道民全員が感染してしまうというようなぐらいの、感染力を持っているのが、この、いわゆる基本性差数の意味するところになります。で、まあ、よく最近テレビで、まあ、行動制限をしましょうというふうになってるわけですね。行動制限と。で、ワクチンとか治療薬がもしできたとすると、この人に移すというような、その割合が減ってくるわけですね。例えば、はしか自体は先ほど言ったように、この基本生産数っていうのは、さっき言った12から18って、もうめちゃめちゃ高かったわけですけど、ただこの実効再生産数っていうのは何かっていうと、はしかの場合は例えばワクチンとかがあるわけですよ。予防接種とかしてワクチンが作る。そうすると、何もワクチン打たない世の中であれば、12人から18人にどん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 移していくんですけど、ワクチン持ってる人がいっぱいいるので、まあ、これは実際には、1を切、まあ、1前後で推移するということになります。で、今回の場合の新型コロナウイルスというのは、全くワクチンも特効薬も治療薬も何にもないので、今はこの、実効再生産数というのを行動制限で達成しようということになっているわけです。で、これが50%だとすると、もともと基本では2.5だったものを、まあ、行動制限50%ですよ。これで、つまりこれの半分ですね、1.25というような実効再生産数を作ることができます。1.25ってどういうことかっていうと、基準日が同じ100人だとすると、10日後には1.25倍になって、さらに10日後にも1.25倍になってきて、最終的に80人中は596人になるよということです。つまり、行動制限を50%にしただけでは、患者を減らすことができないということが分かります。なので、この実効再生産数を1を切るようにしていかなければならないというふうに、散々こうね、報道で言われているわけです。では、50%では増えていったので、じゃあ60%ではどうかっていうふうに考えるわけです。つまり、ここですね。60%にした時の実効再生産数っていくらか分かりますか？50%っていうことは、元の2.5に、つまり半分の人は外に出て、その分の人は家の中にいるみたいな状態ですね。まあ、半分になったので、0.5をかければ1.25になりますね。60%するということは、60%の人が家にいて感染しないけども、逆に言うと40%の人が外に出て感染のリスクが伴うということになりますので、この2.5に0.4をかけたもの、つまり1ということになります。単純にかければいいですよ。2.5かける0.4ですからね。この場合は1なので、元の感染者が100人いたら、まあ、治ったり増えたり治ったり増えたりしていくんですけど、結局のところ、感染者数はいつまでたっても減らない、横ばいの状態になるということになります。じゃあ、70%に行動制限したらどうかってことになりますね。この場合は、2.5かけるこの0.3ですね。30%の人が、感染のリスクを伴うということになりますので、2.5かける0.3をかけると、
0.75 という RT になります。実行再生産数になります。で、70% を行動制限かけていると、100人のいた元々の感染者数が10日後には75人ですね。0.757 で75人。で、56人、40人でずっといきます。で、80日後には、もともと100人いたものが80日後には10人になってくるというようなことになります。で、まあ、こういうことがあるので、よく報道で、行動制限を、70% から 80% にしましょうというふうに言ってるわけですね。80% するとどうなるかっていうと、実効再生産数は今度は 0.5 になります。0.5 ってどうやって出したかっていうと、もともとの 2.5 に、この実際に動いてる人は 20% なので 0.2 をかけます。2.5 に 0.2 をかけて、つまり 0.5 というふうな、実効再生産数になります。そうすると、もともと100人いた人は10日後には50人、さらに10日後には25人というふうにこう指数関数に減っていきます。10人を切ってくるのが40日後というようなことが分かります。完全にゼロになるのが80日後ということが分かります。でもこんなことがあるので、このね、実効再生産数というのを、0.5 にしたするためには、行動制限 80% かけないといけませんよというようなことを散々言われているわけですね。ただですね、これがですね、いつの話かっていうと、2020年の5月10日の、まあ、報道ですけど、今のこの時点ですね、まあ、見ていくと、新規の感染者数、新型コロナウイルスの感染者数っていうのは、まあ、一時期4月の10日前後ぐらいにまあピークを迎えて、まあ、そこから新規の新しい感染者数はどんどん減っていってると。まあ、これは日本全体ですね、日本全体。累計でいうと15,382人いますけど、まあ、新規の患者はどんどん減っていって、確か、5月の、10日の時点では、日本全体で新規の患者は100人を切っていたはずなんですよね。まあ、そんな状態で減ってきているので、まあ、経済産業省の、まあ大臣はですね、まあ、そろそろ緊急事態宣言を解除してもいいんじゃないかと、まあ、特にこのね、34件ですね、あまりそんなにひどくない、感染者がいないのが1週間とか、続いている34件については、解除してもいいんじゃないかみたいなことをまあ言ってるわけですね。で、まあ、こんなことがあったりします。北海道、このチャックしてみると、これ北海道の、状況なんですが、これがちょうど、最新版、これ作ったのは5月の9日にこの、資料を作ってるんですけど、まあ、ちょうどそのちょうど1週間前の5月の2日の時点と比べてみると、5月の2日の時点では、ここに書いてある現在患者数は513人、累計で790名だったんですね。で、この差は何かっていうと、まあ、当然患者はいるんですけど、入院してもう症状が収まって退院してくる人もいるわけですね。なので実質的にその時点の患者の数でございます。これが5月の数字で513人でした。で、つい一昨日ぐらいですね、5月の9日の時点で、ここから1週間経った後は581人ということで、この1週間で68名増えてるんですね。増えてるんです。で、増えてるということは、実効再生産数は1を上回っているということを意味します。減ってるわけではないですね。先ほど言ったように、新規の患者数は減ってるような振る舞いを見せてますけど、この RT、実効再生産数を見ていくと、これは増えてると言わざるを得ないというようなことがデータでわかります。それから、ちなみにこれがですね、まあ、北海道なので、この、ね、札幌駅周辺の行動、人出の多さを見てもらいます。これはどこから持ってきたというのは、ドコモの、情報で、ホームページに出てます。で、札幌駅周辺のこの赤枠はちょうど、1年前ですね、前年度の同じ日時と、まあ、比較している、まあ、ものになりますけど、ここが、その人出の多さですね。なので、まあ、行動制限の、まあ、割合だと思っていただければいいです。例えば4月28日がマイナス 60.8% なので、100人いたら60人ぐらいは、まあ、家でおとなしくしていて、40% の人が、
何かしら、この札幌駅周辺で行動をしているということを意味しています。でこの時の、まあ、5月のこの、ね、連休前後の、スケジュールを見ていくんですが、例えば、よく見ていくとこの 60% 台と 70% 台、80% 台なんて分かれてますね。でカレンダーを見てみると、この例えば黒に変えているところは、まあ、連休前の、まあ、平日ですね、 60% ですね。この青のところは29日はこれはお休みだったので、ほぼ 80% 近くまで行動制限がかかっていますが、30日と5月1日はまた平日なので、まあ、働いている人がいたんでしょうね。 60% ぐらいですよね。でここからまた5月2日から大型連休に入っていて、2,3,4,5,6 ってありますけど、2,3,4,5,6 は、まあ、見事に、マイナス 80% ということで、行動制限が皆さん頑張ったんでしょうね。80%、RT も、0.5 になっているということが この数字からも分かります。で連休明けの5月の7日から一応また平日になったので仕事が動き出した人もいるんでしょうね。また 60% で、8日に関しては 60% 切っていますよね。でまた9日の土曜日になってまた、休みということで、どうもこうやって見ると平日の段階で 60% になってくると。で連休期間中は皆さんちょっと頑張ったんですね。ちゃんとおとなしくしてたようですけど、平日はどうも 60% になっているということを意味します。この実効再生産数は繰り返しますけど、1の状態っていうのは 60% ぐらいだと1なので減っていかないですよね。なので、連休中のこの期間は 80% に出たので、まあ、減っていく傾向が起きるでしょう。でこれが連休中なので、まあ、この辺ですかね、2日ぐらいから、4月29日かこの辺から緩やかにこうね、なるべく外に出なくなりましょうっていうことをこうやってたのがこの辺りですから、ここから2週間なので だいたい今、この今週ですね、5月の11日のこの週、この辺りで結果が出てくるので、この週から減ってくるという傾向になると思います。で実際今日のデータを見てみると、感染者数減っていっているので、まあ、この連休期間中の効果で、1、2週間は下降気味のデータが見られると思いますが、解除するとまた増えていくというのが、予想されます。で今この現在581人のデータをもとに、まあ、RT をかけさせて見ているわけですね。なんでこれ、初日というか581人が基準になったときに、見てるわけです。で例えば 80% の、制限をかけたときっていうのは、0.5 倍ずつ減ってきますので、581人は次の10日には291人になり、次の10日では145人になるということなので、何言ったかっていうとですね、この大型連休中に皆さんは、うちでなるべく極力外に出ずにおとなしくしていたかと思うんですけど、これぐらいの制限というか日常生活の振る舞いを60日ですよ、2ヶ月間してやっとこの581人は感染者数9まで減らすことができるということになります。なのでちょっとでも緩めたらダメですよってことですね。これできそうですかね。この連休中の 80% を確かに達成してましたけど、前後はやっぱりまた根元に戻る傾向にありますよね。そうするとどんどん種類伸びていくということになるわけです。でね、先ほど言いましたけど、緊急事態宣言の解除を、まあ、今しようというふうにしているわけなんですが、大丈夫ですかっていうのはちょっと心配なところでもあります。ちなみにまあこれも北海道の話になっちゃいますけど、5月9日の時点ですね、581人の感染者がいたと思いますが、まあ、報道によると、まあ、こういったもののうち、まあ、7割ぐらいがもう経路不明だという危機感があると、いわゆる市中感染というのが起こっていると。
で、今、最近ひっきりなしに、北海道の中ではですね、道内クラスターの話が報道出てですね、ここ最近だと、札幌市北区にある、バラ島という地域の、介護施設で、クラスターが発生しましたとか、札幌第一病院でクラスターが発生して、今日はこれぐらいの患者が増えましたみたいなことが、毎日のように、報道されるんですが、これは全体の、分かっている30%しかないということですね。で、むしろこうやって分かってる部分には、ここで封じ込めておけばいいのでいいんですが、問題は経路不明の人たちが70%いるということですね。で、581人の70%が経路不明の人がおよそ400人いるということをまず意味しています。どこでどうもらってきたかわからないということですね。それから、これは4月24日の記事になりますけど、慶応大学病院で新型コロナ以外の無症状患者の人に6%の検査陽性が出たということですね。で、これ見ていくと、新型コロナ感染以外の治療目的で来院した無症状の患者67人に PCR 検査を行ったところ、およそ6%が陽性だったというふうに公表しましたと、いうことなんです。それからこれは日本だけかなと思いきや、アメリカのロサンゼルスですね、ロスエンジェルスでは、これも、抗体があるかどうかっていうのは、抗体検査を、したのかな、そうですね、抗体を持っていることが、分かりましたということで、大体これも2.8%から5.6%。平均で4%っていうふうになってますが、これぐらいの人がいわゆる潜在的に無症状の状態で、いたということが分かってます。血中抗体を持っていることが判明したということですね。なので、これらのことから、ちょっと数値に、違いがあるけど、大体5、6%ぐらいということですよね。で、これを北海道の人口に当てはめると、北海道の人口582万人なんですよ。で、6%の人が、この、いわゆる無症状で、市中感染しているということを考えると、34万人の人が無症状で、このウイルスをばらまいているという可能性を示唆しています。そういう状況だということですね。で、特にPCR 検査を、保健所でちょっとね、なかなかできないとかって連日報道されてますけど、ここに出ている市中感染400名とか580名ってごくわずかな話で、症状が出ていない、無症状の潜在的な、いわゆるキャリアの方が、この30万人ぐらいいるということが推計できるということですね。これは非常に恐ろしいことですよね。で、ちょっとまとめてみるとですね、このね、第1波と呼ばれている、ウイルスの、拡散がありました。大体これ1月から3月ぐらいで、もともとはこの中国の武漢から、どん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 広まっていったものですね。で、日本に関しては、北海道に関しては、例えば雪まつりが、1月ぐらいにあって、このように開催してたんですけど、これがちょうど春節の時期と重なって、中国から、北海道に来られる、いわゆる外国人渡航者がたくさんいましたけど、そこからきっかけにポツポツと感染者が増えていって、で、全土を広がっていったわけなんですが、この時の、第1波の、いわゆる、武漢発の第1波のウイルスは、そんなに毒性は強くなく、亡くなる方もそんなにいるわけでもなく、もうこの第1波の波はもう収束したというふうに言われてますね。で、今問題になっているのはこれ第2波ですね。これ3月ぐらいから来たやつですね。で、この武漢のウイルスが世界各地に広まって、で、特にヨーロッパで、変異をしたというふうに言われてます。で、非常にこの毒性の強い強毒性の、ウイルスだって言われてますね。イメージするならばですね、インフルエンザウイルスも A 型とか B 型とかってあると思いますけど、A 型と B 型は、全てではないですが、基本的にインフルエンザ A 型の方が毒性が強くて、B 型の方が毒性が少ないって言われてますね。だからインフルエンザ A にかかると高熱になって、B 型だとそんな高熱は出ないけど、症状で苦しむというような感じですかね。そんな感じで言うと、この第1波で来た武漢発症のウイルスはインフルエンザに例えるならば B 型、この第2波の、ヨーロッパ型のやつは A 型見たら、そんなイメージですかね。で、毒性が非常に強いと、で、どん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 変化しているということですね。
で、これニューヨークに関して言うと、このいわゆるこの毒性の強い、強毒性の新型コロナウイルスがどんどん広がって、特にちょっと若年層が次々こう重篤化していくということで、もうニューヨークの感染症のお医者さんがもう無力感になっているというような報道があったりします。で、新型コロナウイルスの感染が確認されてた、これはまあこのね、アメリカのデータになりますけど、全体の30%ぐらいはこう20代から40代の、まあ、若年層だというふうに言われています。まあ、若年層というか、まあ、青年層というかですね。で、さらにこの20から20歳から44歳の方々の12%が重症化するというですね。重症化すると、まあ、高齢者に比べたら若者はまあ少ないですけど、それでも、10人いたら、10人感染したら1人ぐらいは重症化になってしまうと、どんどんこれがひどくなっているというふうに言われています。これは日本のデータですね。日本の場合もやっぱりこう20代から40代見てみると、まあ、この3本ですね、3本で全体のやっぱり、30%ぐらい占めるわけですね。で、オレンジがこの死亡するところなので、亡くなる方はやっぱり高齢者になればなるほど、まあ、比例して死亡率が上がっていくのが分かります。で、若い人は亡くなる方は少ないんですけど、ただこの時のデータって日本はまだこのね、武漢型のウイルスのことなので、このヨーロッパ型のウイルスだってくると、この若い人たちも重症化が増えていくというふうに想定されています。いずれにしても若い人が感染の拡散に一番寄与していて、で、さらにそのうちの10人1人は重篤化するというようなことで、若いから大丈夫ってもちょっとあながち舐めちゃいけませんよということです。で、このインフルエンザと非常に症状が似ていまして、まあ、これがいわゆる COVID-19、インフルエンザ、風邪、アレルギーでありますけど、まあ、咳、発熱、息切れ、体の痛み、頭痛、疲労、まあ、などなどなんですけど、基本的に症状は似ているわけなんですよ。で、何が一番やっぱ違うかというと、やっぱり感染力がやっぱり違いますね。先ほども言ったけど、基本性産数に戻ってきますが、季節性のインフルエンザは、基本性産数 R0 は、R0 は1.3です。新型コロナウイルスは、2.5と。で、1人の人が全く何も対策しなければ2.52に移していくのと、季節性のインフルエンザは1.32に移していくということですね。なので、1人の人が、次の人には1.32に、季節性のインフルエンザを増やしていき、次のセットでは1.72ということで、10回回っていくと、季節性のインフルエンザは14人に移すということになります。一方、新型コロナウイルスは1から2.5、6.3ということで、指数関数的に増えていって、10周回るとおよそ1万人になると、まあ、これ割ればいいんですけど、まあ、大体感染力ですと680倍ということで、明らかに新型コロナウイルスの方がこの、ね、感染力の大きさが全然桁違いに違うというのは分かります。まあ、そのおかげで 世界中でいろんな、ね、もうどうしたらいいんだみたいな、こんな話になって、苦しんでるわけですね。今現在、5月10日、2020年5月10日現在で、400万人かな、一十百千万、10万、400万人の、感染者の数がいらっしゃるということになっています。まあ、一番ダントツ多いのは今これアメリカですね。アメリカが一番、アメリカ、スペイン、イタリア、まあ、こんな形で、数が多いわけなんですけど、トータルでいうと400万人。あっという間に広まってきましたよね。で、これが横軸が月ですね。2月ぐらい、3月ぐらいまでは、まあ、落ち着いてましたね。この辺は多分中国で、まあ、広がってたもんですけど、3月ぐらいから一気にヨーロッパで拡散していって、一気に右肩上がりで増えててますよね。こういうのが分かります。さて、先ほども説明したように、北海道内にじゃあ潜在的な無症状の患者は何人いたと推定したでしょうか。覚えてますか。もうちょっと復習の問題です。大丈夫ですか。まあ、あくまでもこれは推計値ですね。まあ、答えは、まあ、大体30万人ぐらいですよね。市中感染で無症状の状態で、なるということが30万人ぐらいいるんじゃないかと。だから、この2月、3月、4月、5月あたりで、まあ、ちょっとなんか風邪のような症状、鼻水が出るとか、くしゃみが出るとか、
あるいは1日だけど、ちょっと熱が出たとか、まあ、そういった状態の人がもしいたとしたら、もうすでに実はどっかで感染していた、ひどくならなかったけど感染してたというような可能性があるということですね。例えば、学校の中に、クラスというかクラスメイトが、30人もしいたとすると、まあ、30人の、1%、0.3人ですよね。5%だとすると5倍して、1.5人ぐらいってことですね。つまり30人のクラスの中だと1人か2人ぐらいはすでにすでにもうどっかで感染してたということが、推計できるということです。なので、まあ、症状は非常に似ているので、ただの風邪のような症状でもあるし、まあ、インフルとも似てますけど、今回のこの新型インフルエンザに感染したことによって COVID-19 という病気になると、どんどん感染広げていくんですが、この感染力はやっぱりね、季節性のインフルエンザと、まあ、桁違いに違うということが分かります。で、最も、この季節性のインフルエンザとコロナの最大違いは症状が出るまでの時間ですね。例えば季節性のインフルエンザの場合だと、まあ、例えばこの日に感染したとします。一般的に潜伏期間は2日と呼ばれているので、2日後には発症します。そして、1週間の療養期間を設けますので、通常感染してもすぐに症状が出るので、まあ、他人に感染しないように、例えば学校だと、1週間学校に来ないでくださいということで出席停止扱いになったりします。一方で今回の新型コロナウイルスの場合ですね、感染してからの、潜伏期間は5日から2週間とかなり振れ幅があります。まあ、ちょうどね、この緑のところです。で、この間のどこかで発症するんですね。問題は、この潜伏期間であったとしても、この新型コロナウイルスというのは単に感染できるわけなんですよ。この2週間の間に。なので、新型コロナウイルスは自分は感染しているとは知らずに、このね、数日から週間で行動して、他人に感染させて、どんどん拡大していくというのが特徴です。で、症状が出るのも時間がね、出るまでの時間が違うし、それから、そもそも無症状の人もいるので、気づかずに感染してる、させてるというケースも考えられます。一般的にね、季節性のインフルエンザっていうのが、今、怖いところの説明をしていくんですが、季節性のインフルエンザっていうのはですね、ウイルスの感染力は、まあ、基本生産数、R ノートが1.3です。1人の人が1.3人に、まあ、感染させるということですね。で、季節性のインフルエンザっていうのは、まあ、抗体を持っている人が、まあ、一定数存在する。まあ、過去に、インフルエンザ、例えば A 型にかかってた、まあ、インフルエンザ A 型もたくさん100種類ぐらいあるんですけど、まあ、その中でもね、何回かかっていれば、抗体を持っている人がすでに何回かいると。それから、そもそも予防接種、毎年、まあ、受ける受けないは自由だと思いますけど、まあ、受けている人がいるということで、社会の中で見ると、抗体を持っている人が、一定数いるわけなんですね。で、例えばそこに感染者がもしいたとしても、そのウイルスを持っている感染者と接触した人が抗体を持っていれば、その先に、まあ、感染してない人に移すことはないですね。つまりここでブロックされるわけですね。この網の中に入れてしまえば、どんどん広がることは少ないというのがあります。で、一般的にこれどれぐらい抗体を持っている人がいれば、広がっていかないのかなって話なんですけど、最近よく言われているのが60%ですね。だから、つまり、まだ国民の60%にこのウイルスに対する抗体が6割の人が持っていれば、感染の広がりは防げるというようなふうに言われています。で、あとは死亡率が0.1%であるということですね。一方で、新型コロナウイルスというのは何かっていうと、ウイルスの感染力は、基本生産数2.5ですね。まあ、さっき言ったインフルの680倍あります。それから、ほとんどの人がで、ね、免疫、つまり抗体を持っていませんので、免疫がついていないと。なので、この病原体から身を守る防御力は基本的にゼロです。それからワクチンも治療法も、まだ確立していません。死亡率は1から3%なので、新型季節性のインフルエンザが0.1%を考えると、少なくとも10倍から30倍ぐらい死亡率が高いということが分かります。で、このようにして、例えばここに書いてある感染者が1人いて、抗体を持っている人が今誰もいない状態なので、
1人の人が 2.5 人、まあ、例えば2人に感染させるとこんなふうに1人の人が2人に感染させていくわけですね。でさらにこの2人の人がさらにまた2人に感染していくので、どん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 広がっていくわけですね。でこれがやっぱり、季節性のインフルエンザとそれから新型コロナウイルスの感染の拡大のスピードが違う理由の一つになりますよね。まあ、そんなことがあるので、まずはこの、ね、感染拡大の網に参加しない、家から出ない、つまりこうステイホームですね。家の中にいれば感染者がもしいたとしても、外の接触がなければ、まあ、そもそも、感染拡大することはなくなるので、ステイアットホームなんて言ってますけど、ステイアットホームしてくださいということですね。人を介さない限り基本的に拡大しませんので、これがすごく大事ですよということで、小池と東京都知事なんかはステイアットホーム、ステイホームなんて言ってますよね。こういうことが重要になってくると。それから、まず接触を避ける。それでもね、外に出ることはあるでしょうと。で、まあ、北海道だと問題なのが、まあ、雪が降る、それから外が吹雪ということなので、二重扉になってたりするね。北海道 あのコンビニエンスストアっていうのは、北海道以外の、例えば東京とかだと、まあ、大体自動ドアとかね、とかでなってたりするところもあると思いますけど、結構二重なんですよ。で、これ引き戸だったりするんです。で、絶対これどっかで、ね、金属触らなきゃいけないんです。で、まあ、最近見てますけど、アルコール消毒液を置いてないコンビニとかもあって、まあ、なかなかね、こういう状態になっちゃうわけですね。いわゆるこう接触感染ということになっています。で、接触感染の感染経路ってますかね、コンビニのドア触るとか、家のドアノブ、車のハンドル、自転車のハンドル、電車のつり革、まあ、こういったものが、感染源というか感染経路の元になっていると。で、例えばこのコロナの製造時間というのがあって、紙だと24時間、プラスチックだと48時間、あ、ごめんなさい、ステンレスだと48時間、つまりこのドアノブの金属の部だと、ウイルスがそこに付着していると48時間そこで生存するというふうに言われています。プラスチックだと72時間、まあ、なんかどうもツルツルしているところだと長生きするみたいですね。よく分かりません。で、ウイルスの弱点は、まあ、知っていると思います。アルコール消毒に弱い、石鹸率、洗剤に弱いということで、よく手洗いしてくださいって言われたのはそのためですよね。で、マスクの注意点ですね。接触感染の経路なんですけど、まあ、例えば家に、Amazon かなんかで買った配達物が、届けられて、荷物を、なんだ、受け渡しするときに、ドアノブを、掴むとか、あるいはさっき言ったコンビニのドアとか、つり革とか、まあ、こういったもので、とりあえず移動している間は、例えば、消毒する、なんですかね、物がないと、家に帰れば例えば消毒液があるみたいな状態で、まあ、素手で掴んじゃったものを手に、付着しているわけですね。まあ、手に付着しているだけだったらまあ感染しないんですけど、問題は、粘膜ですね。だから舌だとか目だとか、そういったものを介して感染していきます。なので、まず手に、ウイルスが付着しているものが残っていると。で、この家に帰ればアルコール消毒できるかもしれませんが、できないで移動している間に、例えば無意識に、マスクのポジションを直す。これよく皆さんやられないですかね。マスクちょっとずり下がってたから上に持ち上げて、ポジションし直すとか、あるいは、まあ、こんなの例外も論外なんですけど、顎の下にマスクを置いて、そもそもマスクの意味ないじゃんっていう人もいますけど、まあ、こういう時にこうマスクを触る。で、マスクを触ってマスクの表面についてるかもしれないし、一回これでつり革で触っちゃったのをマスクで、ね、触っちゃうと。で、その後また家に帰って、その時にアルコール消毒するかもしれませんが、またマスクをこの外したりとかしてるときに、また実は手についてて、で、無意識に目をこすってると、この目の粘膜のところから感染するということで、まあ、こういったのがいわゆる接触感染の経路、代表的な経路ですね。なので、マスクあまりこう触らない方がいいですよって、触るならこの耳のかけてる紐のところで調整してくださいなんていうふうに言われてますよね。それからマスクの注意点ですね。この飛沫感染をするケースがあります。最近いろんなところで話題になっているこの、ね、ガーゼマスク、通称アベノマスクなんていうふうに言われてますけど、網の目のサイズっていうのがあります。このガーゼマスクの場合は100マイクロメーターです。
だから一般的な使い捨ての化学シートマスクは5マイクロメーターなので、全然網の目の細かさが違うんですね。で、最も高性能だと言われているこの N95 マスクですね。これが、この網の目の細かさが0.3マイクロメーターです。まあ、なので、全然こっちが高性能で、こっちが性能が悪いというのがまあ分かるんですが、じゃあ、実際、どういうふうなものに対して防御しているかというと、例えば花粉の一般的なサイズは30マイクロメーターなので、まあ、アベノマスクでは、この花粉を防ぐことができないというのが分かります。まあ、軽く通過してきましたよね。で、ウイルスを含んだ飛沫、だからくしゃみだとか咳払いしたときに出てくるウイルスは唾液に含まれて飛んできますが、それの大きさが大体、5マイクロメーターぐらいなので、この一般的な使い捨ての花粉症のマスクであれば、咳払いしたとしても通過することは少ないというふうに言われています。なので、マスクし、してくださいっていうのは、この飛沫を外に飛ばさないためのものだということですね。じゃあ、新型コロナウイルスどれぐらいのサイズかっていうと、さっき言ったこの細菌ですね、ペストみたいな細菌だと1マイクロメーターですね。で、ペストとかだったら、この N95 マスクの方が網の細かさちっちゃいので、ペスト菌ぐらいだったら、防ぐことができますが、今回の新型コロナウイルスは80ナノメーター、マイクロメーターに換算すると0.08マイクロメーターなので、N95 の網目をさらにくぐり抜けてくることになります。したがってこれから分かるのは、今世の中に出ている N95 マスクが最も高性能なマスクだと思いますが、これ単体では、このね、新型コロナウイルスを、では防ぐことはできないということですね。いうことであります。ただ、飛沫を含んだ、ごめんなさい、唾液に含まれたこの、ね、飛沫と呼ばれているものであれば、防ぐことができるわけですね。こういう関係になってます。で、まずさっきも言ったように、マスク単独ではウイルス本体そのものの侵入を防ぐことができないと、あまりにもウイルスがちっちゃすぎるので、コロナウイルスは0.08マイクロメーターで、一般的なマスクだと、ね、5マイクロメーターなので、全然大きさが違うわけですよ。全然貫通しちゃうということになります。なので、ウイルス単独というか、ウイルス本体の侵入を防ぐことはできないと、特に空気中に漂うという、ね、ウイルスので防ぐことはできないんですよと。なので、主な理由としては、マスクというのは自分が、咳払いだとかくしゃみとかによって飛ぶ飛沫感染を防ぐものと。何にもマスクしないでくしゃみとか咳をすると、まあ、例えばこう唾液とかに混ざってウイルスが含まれた状態で飛ぶ、いわゆる飛沫と呼ばれているものですね。大体これが1メートルぐらい飛ぶと。おのおのが1メートル、1メートルで、まあ、2メートルぐらい、ソーシャルディスタンス空けましょうって言ってるのも、こういう理由ですよね。ということで、ここでマスクをすると、まずこの飛沫を飛ばさなくすることができるっていうわけですね。ウイルス含んだ飛沫が5マイクロメーターなので、一般的なこのマスクをつけていれば、まあ、通りにくいとか、まあ、通しにくくなるわけですね。この飛沫を防ぐということなので、自分の責任で飛ぶ飛沫拡散を防ぐものがマスクの主たる目的で、空気中に飛んでいるウイルスの侵入を防ぐものではないですよと。だから、空気中に漂っているウイルスから身を守るためのマスクではなくて、自分が人に移さないためのものと、他人に感染させないという目的でマスクを主に使うということになります。それから、それとは別にこのね、飛沫はまあ唾液とかに混ざってきますけど、それじゃなくて、水蒸気みたいな、もっと細かな粒子でいくのが、これエアロゾルと呼ばれているものになるんですけど、これがちょっと厄介で、空気中に大体3時間ぐらい滞留するんだそうです。これが米国立アレルギー感染研究所の論文から出てるんですけど、空気中のエアロゾルが大体3時間ぐらい滞留すると。まあ、イメージするならば、なんですかね、タバコを吸う人がもしいたとしたら、部屋の中でこうタバコを吸って、まあ、時間がある程度だっても、全くタバコを吸ったことがない人がその部屋に行くと、まあ、残りがしますよね。タバコを吸ったってすぐ分かりますよね。あんなイメージなんだそうです。で、匂いが残ってるイメージと、この3時間滞留してるイメージが同じなんですよね。だから、窓を、密閉空間、密接空間、密集に3密にしないっていうのをターゲットに換気しましょうって言ってますよね。窓を開けて換気よくすれば、
このエアロゾルは、外に行くということで、3時間滞留してもどこか飛ばせばいいという、まあ、関係になります、そういうイメージのようですね。それからこう、ね、咳払いした飛沫っていうのはこう、ね、あの 重みがあるので落下していくわけですね。地面に落下します。でこれが靴底に付着するわけなんですね。で日本でそこまで感染がいわゆるオーバーシュートと言われて、ね、爆発的な感染が増えていかない理由としては、まあ、靴文化の違いかなというふうに言われてますよね。あの靴文化の欧米諸国は、まあ、いわゆる外で履いている靴とそのまま家の中に入ってきて、どのタイミングで靴を脱ぐかというと、まあ、寝る直前ですよね。ベッドサイドで靴を脱いだりするわけなんですけど、なので家の中までね、あの外で踏んだ飛沫のウイルスを、靴につけたまま家の中にそのウイルスを持ち込んでいるということが、拡大の、まあ、大きな要因ではないかと、まあ、一つ言われてたりしますね、まあ、こんなふうに言われてます。さて予防知識について復習ちょっとしてみましょうか。誤った説明はどれでしょうか。ちょっと確認してみましょうか。どんな高性能マスクでも、ウイルス核、まあ、ウイルス本体の侵入を防ぐことはできない。どうですかね。それからマスクを他人に感染させないために装着するものである。3番目、室内が密閉であるとウイルスを含んだエアロゾルが3時間滞留する。4番目、感染経路の主体は空気感染である。5番目、接触感染の経路では金属を触った手でマスクを操作して拡散する。どうですかね。まあ、答えでから言ってしまえば、結論から言えばこれ4番が間違っていますね。感染経路の主体は、まあ、空気感染ではなくて飛沫感染ですね。飛沫感染と接触感染ということになります。それからこれどうですかね。接触感染においてコンビニエンスストレス度合いはどれぐらいの時間ウイルスが残留するか。どうですかね。5分だったですかね。4時間だったですかね。24時間、40時間、70時間。はい、やりましたね。ステンレスの場合は48時間コロナが残留する、生存しているということですね。48時間で丸2日ですよ。丸2日の間にコンビニエンスのドア何人の人が開け閉めしてますかねってなると、かなりの確率でここにウイルスがいる可能性が非常に高いですよね。気をつけてくださいね皆さん。で今後の推移なんですが、まあ、これ今、5月9日には34日に解除に向けて今動きが出てます。で今いろんなところで言われてますけど、まあ例えばこれスペイン風邪っていうのがね昔ありましたけど、第1波第2波第3波までね、ありました。で今新型コロナウイルスにかけて、ね、8月から9月夏から秋にかけて第3波が来ると、まあ、確実に来るだろうというふうに言われてます。でねこれは5月10日、つい昨日、おとといぐらいの話ですけど、34件には、緊急事態解除の方向で今動いてますね。理由としては、新規の感染者数が、まあね、減っていってるので、まあ、そろそろいいんじゃねえか、みたいな話になってますね。で、いうふうになってますけど、本当に会社大丈夫ですかっていうふうな、声もいくつかいろんなところから出てます。例えばこれ、ハーバード大の、まあ、シミュレーションですね。ちょっと読んでみましょうか。何度シミュレーションしても自粛解除後のコロナが再流行しまうと。新型コロナウイルスの流行についてアメリカのハーバード大学の研究者が2022年まで続く可能性があると発表しています。新型コロナウイルスが今後5年間でどのように広がるか、ハーバード大学の研究者は複数のコンピューターでシミュレーションした結果が14日アメリカの学誌サイエンスに掲載されましたと。で研究では現在の医療の力では感染の流行が2022年まで続く可能性があるとして、他人と一定の距離を取るソーシャルディスタンスを 25% から 75% の基準で続ける必要があると結論付けています。一方で全てのモデルでソーシャルディスタンスなどの抑制措置を解除した後に再びウイルスが感染が広がったということで、つまりこういうことですね。なので今、日本の状態でいうと今第2波が来ていて、第2波が今ちょっと下がっている状態ですね。なので今こういうこのスペイン風邪でいうと今この辺りにいるんですね。あ、これで抑制解除したって、でしばらくは多分落ち着くんでしょうが、また第3波が秋口ぐらいにまた来るだろうというふうに言われてます。どうなんですかね。でこういった話の心配をしているのは、この方ですね、山中
先生ですね。そもそもこの新型コロナワクチンが収束の、条件としてはもうワクチンができるとか特効薬ができないからもう収束がないんじゃないですかということで、日本だけこの的で割るとは思えませんなんてことを、いろんなところで発言されています。なので安易に解除するのはいかがなものかみたいなね、話も、いろんなところで、してるわけですね。皆さんはどういうふうに考えますかね。それから最近メディアで出てくるのはこうね、自粛警察。自粛警察のモラルは正義だと皆さん思ってますかっていう話をちょっと問いかけたですね。で、こうパチンコ屋の営業とそれに対するクレームなんていうのがね、こう出てきます。緊急事態宣言が出て、ちょっとね、営業活動を自粛してくださいっていうふうに出て、要請がされますけど、それでも要請なので関係ねえやつって、店名も公表されたとしても、ひたすら営業を続けてるところが当然あるわけですね。で、パチンコ屋さんだとか、居酒屋さんもそうだと思うんですけど、死活問題ですね。もうこれを、やらないと、ご飯が食べれなくなると。給料が払えない、場所代が払えない。いろんなそれぞれの理由があってやられてるんだと思いますけど、一方で、みんなが我慢してるんだからお前らも我慢しろみたいなね、クレーム、いわゆる通称自粛警察ですね。こういうものがあったりします。で、ちょっとね、いろいろ経済的な問題があるんですけど、自粛しなさいって、で、いわゆる一般的な企業であれば、お金を融資してくれたりとか借り入れたりすることができるんですが、パチンコ遊戯店というのは実はこれ、融資がもらえなかったりするんです。なので営業停止イコール死を意味したりします。だから無理無理続けてるっていうところね、パチンコさんもあるわけですね。で、それでも自粛しているところってある程度体力がある、大きなパチンコさんは、残ってるかもしれませんが、ちっちゃなパチンコさんは潰れちゃうのでやってたりするわけですね。で、そういった戦いですよね。それから居酒屋さんとかも同じですね。勘違いされてる方もいらっしゃるようですけど、このような事態でまだ営業を続けますかみたいな張り紙があったりとか、張り紙があったりとか、なんならこうね、窓ガラス割っちゃったりとかね、これって本当にいいんですかみたいな、公園の砂場にカッターのね、刃があって、子供たちがね、公園の中に来させないようにするのにカッターの刃を、いっぱいこう埋めてると、散乱してる、何本埋めたか知らないですけど、散乱してると。それから、ひどいのは、他県ナンバーの車にいたずらと。で、このケースだと別に他県から来てるわけじゃなくて、他県ナンバーだけどそこに在住してる人って別にいるわけですよ。ナンバープレートの登録って別に住んでるとことイコールではないので、北海道でもいますよね。北海道に住んでいるけど、例えば東京のナンバープレートがついてると。じゃかといって東京から来たわけではないですよね。東京から、持ってきた車を、ナンバープレート変更せずにずっと北海道にいればそのままナンバー残ってたりします。なので、そういう勘違いですね。こうね、サイドミラー折れたりとか、自粛警察という、正義のもとにこういうことをして、お前いい加減しろみたいなことを言ってる一方で、それぞれではいろいろ事情があるということで、こういった、モラルっていうのはどういうふうに皆さん考えますかね。ということで、ちょっと皆さんに今日の話を、いろいろまとめてみてください。新型コロナウイルスで理解したことを、まとめてみてみましょうと。で、収束に向けて自身がどうすべきかっていうのをちょっと考えてみなさいと。それから実際にこれからどうなっていくのかっていうのを客観的情報をもとに、できれば提示してくださいと。さっき出てた自粛経済活動をバランスをどうすべきか。日本経済をどん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 今悪くなってるっていうのはいろんな理由があると思いますけど、新型コロナウイルスのせいで経済活動が止まって悪くなってるっていう話もあれば、一方でそもそも消費税上がったから、経済活動が悪くなってるっていう場合があるので、よくわからないです。とにかく、このね、自粛することと経済のバランスというのは非常に政治的には難しい判断ですね。で、5月10日の時点では、なるべく解除の方向で今動いてるので、この先どうなるかなと。おそらく第3波が来て増えていくんじゃないかなというふうには思ってますけど、それから自粛警察という、正義の名のもとに、自粛要請に応えない人とそれを制裁する自粛警察の人との関係ですね。どっちがいいとか悪いとかも言えないですけど、こういったことに関して皆さんはどう考えるかとか、
まあ、そういったことを考えていただければいいなと思います。まあ、以上について、まあ私なりの、まあ、意見も踏まえながら話しましたけど、まあ、この話は、繰り返しますけど、2020年の5月の初旬の段階での知識をベースにしてお話をしています。まあ、これから、新型コロナウイルスの、全貌が見えてきて、メカニズムが分かって、それから、抗体を持つためのワクチンができてとかなってくると、また、私が説明した話もしかしたら間違いがあるかもしれませんが、まあそんな感じで、あります。ということで、ちょっと1時間になりましたけど、以上で、私のなりの話を終わりにしたいと思います。それでは。